国の原子力規制委員会は5日、伊方町の四国電力伊方原発3号機で再稼働に向けた最終手続きとなる使用前検査を始めました。四国電力が新しい規制基準に基づき設置した安全対策設備などを規制委員会事務局の原子力規制庁の検査官が確認します。使用前検査は3月23日に規制委員会が認可した工事計画に沿った機器の材質や寸法、耐圧性などになっているかを確認します。検査が進めば原子炉を冷却するためのポンプの運転や原子炉の起動を行い、数値などに問題がないかを点検します。今まで様々な安全対策工事を実施してまいりました。本日からの使用前検査ではですね、これらの状況の詳細にご説明いたしまして、技術基準や工事計画認可に適合していることを、お示しできるようここにおります関係者一同、全国で対応いたしますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。四国電力は6月下旬にプルサーマル発電で使用するプルトニウムウラン混合酸化物 MOX 燃料を16体装填する方針で、7月下旬の再稼働を目指しています。5年程度止まっておりまして、そういった観点から厳格に行うとともに、一つ一つの検査をですね、丁寧に行っていく、慎重に行っていきたい、そのように考えています。